私は日本共産党を代表しして安倍総理に質問いたします私はまず、アルジェリア事件によって犠牲になられた方々、ご遺族、関係者の皆様に、心から哀悼の意を表するものです。今回の事件をしっかりと検証して、二度と悲劇を繰り返すことのないよう、力を尽くす決意をまず申し上げたいと思います。 東日本大震災から間もなく2年を迎えますが復興は立ち遅れ被災者の命と暮らしが脅かされる状況が続いております日本共産党は次の3点についてこれまでの政策の基本的転換を図ることを要求します第1は個人財産の形成になるとして住宅や事業所などの復旧を支援しないという 従来の災害対策を改め住宅となりわいの再建に必要な公的支援を行うことを基本原則に据えることであります住宅再建支援金を300万円から500万円に引き上げる措置を取るべきであります中小企業再建を支援するグループ補助金を大幅に拡充するとともに再建意欲のある全ての 小零細事業者をを対象ににしたた直接助成制度を新たに創設すすべきであります第2は、期限切れなどといって支援策を打ち切る非常な政策をやめることであります。政府が昨年9月に打ち切った医療・介護の減免措置を復活すべきであります。第3は、福島原発事故の収束宣言を撤回し、 除染賠償をはじめ安全安心の福島県を取り戻すまですべての過程で復興に責任を負うことであります総理は所信表明で復興を加速すると述べましたがその言葉が本気のものであるならば多くの被災者が切望している以上の書店でこれまでの政策の転換に踏み切ることは当然ではありませんか答弁を求めます どうやって深刻なデフレ不況から抜け出すかは多くの国民が切望する国政の大問題となっていますまず伺いたいのはデフレ不況が深刻化した原因と責任についてであります政府の緊急経済対策を読んでもなぜ日本経済がデフレ不況に陥っているかという原因の分析が一切ありません原因を明らかにせずに 対策を立てるというのは、例えて言えば、的を定めずに矢を射るようなもので、矢を何本射ようとも的外れという結果になります。総理は、日本経済がデフレ不況に陥った最大の原因は、一体どこにあるとお考えなのでしょうか。私は、働く人の所得が減り続けてきたことが、デフレ不況の最大の原因だと考えます。 1997年を100として企業の経常利益は163まで増えましたが労働者の所得、雇用者報酬は88に落ち込んでいます。総理は賃下げとリストラの繰り返しで働く人の所得を減らし続けてきたこのことにこそデフレ不況の最大の原因があるという認識をお持ちでしょうか。さらに私は 日本をこうした賃下げ社会にしてしまったら誰なのか、その重大な責任は歴代自民党政権にあると考えます。労働法制の規制緩和を進め、派遣やアパートなど非正規雇用を拡大してきたことが賃金を引き下げ、貧困と格差を拡大したことは政府の統計でも明らかであります。総理今日の深刻なデフレ不況を作り出した 重大な責任の一端をあなたも含めた歴代自民党政権が追っているという認識と反省はありますか答弁を願います。減り続けている働く人の所得を増やす方向に転換する。これこそデフレ不況から抜け出す最大の鍵があります。私は次の三つの決断を政府に求めるものです。第一は消費税増税の中止であります。 一口で消費税10%と言いますがサラリーマン、サラリーマンの世帯で言えば、1ヶ月分の給料がまるまる消費税に消えてしまうのが税率10%であります。消費が凍りつき、景気の底が抜ければ税収も落ち込む。そのことは97年の消費税増税後に14兆円もの税収が減ったという事実によって、 証明済みのことではありませんか同時に社会保障削減計画を抽出すべきであります。政府はその突破口として生活保護制度の大幅切り下げを進めようとしていますが、これは受給者の生存権を乱暴に破壊するとともに、最低賃金など国民生活全体の悪化をもたらし、賃下げ社会を いいよいよ深刻にすることにもなり、断じて認めるわけにはいきません。総理に真剣にデフレ不況から抜け出す決意があるのならば、国民の所得を奪うあらゆる政策の中止を決断すべきだと考えますが、いかがですか、答弁を求めます。第2話大企業財界の身勝手な賃下げリストラに 政治の責任でストップをかけることであります。日本経団連は賃上げを拒否するだけではなく、定期昇給の延期凍結など、新たな賃下げ宣言を行っています。電気情報産業の大企業は、業績悪化を理由に、13万人の首切り計画を進めています。個々の企業だけを見れば、 賃下げ、リストラは利益を上げるように見えますが、それを全体の企業が競い合って行えば、合成の誤病に陥る、社会全体の需要がますます冷え込み、デフレ不況をいよいよ深刻にし、結局は企業も立ち行かなくなります。政府として、日本経団連、財界に対して、賃下げ、リストラ競争の中止を強く要請すべきではありませんか これはヨーロッパ各国の政府ならば当たり前のように行っていることであります。大企業の内部留保は不強化でも増え続け260兆円に上っておりそのごく一部を還元しただけで賃上げは可能です。答弁を求めます。第3は人間らしい暮らしを保障するルール作りに踏み出すことです。労働者派遣法の抜本改正パート労働法の 改正など、規制記社員の待遇を改善して、正社員化の流れを進める。中小企業への手当をしっかり行いながら、最低賃金を時給1000円以上へと大幅に引き上げて、この日本から働く貧困層をなくしていく。独占禁止法の強化など、大企業と中小企業が公正に取引できるルールを作る。 政治の責任でこれらの回復を進め、賃下げ社会から脱出し、働く人の所得が増える社会への転換を図るべきではありませんか。安倍総理は無制限の金融緩和で2%の物価引き上げ目標を持つとしていますが、仮に物価が上がっても、賃金が下がり続けたままでは、生活はいよいよ苦しくなります。政府として 目標を持つというなら賃上げ目標こそ持つべきではありませんか答弁を求めます原発問題について安倍内閣は再稼働を推進し新増設を容認するなどあからさまな原発推進政策を進めようとしていますしかし少なくともカーンの国民は原発に依存しない 社会の実現を望んでいるということが国民的議論の結果を分析した政府の認識ではありませんか総理は自民党政権に交代したから原発に対する国民的議論のこの到達点が変わったとでもおっしゃるのでしょうかあからさまな原発推進政策は過半の国民の意思に背くものだと考えませんか大体 2006年12月に、日本共産党の吉井秀勝議員が質問主意書で、巨大地震の発生に伴う全電源喪失によって、冷却機能を失った場合の検討を行っているのかとただしたのに対して、政府は答弁書で、ご指摘のような事態が生じないように、安全の確保に万全を期しておりますと答えたのであります。 この答弁をしたのは安倍総理あなただったのであります。総理に今求められているのは、こうした安全神話を振りまき、大事故を引き起こしたことへの深刻な反省であり、国民とりわけ福島県民への謝罪ではありませんかしかとお答え願いたい。日本共産党は即時原発ゼロと再生可能エネルギーへの抜本的転換の政治的決断を 強く求めるものであります米軍・布袋巻き問題について総理は総選挙直後辺野古移設を明言しました選挙期間中は具体的言及を避け選挙直後に辺野古移設を明言するというあなたのやり方に県民を欺き侮辱する行為だという激しい怒りの声が噴出しております。 しかも沖縄の4人の自民党公認候補は全員が県外移,籍を移設を公約に掲げて当選しています。選挙が終わったら手のひらを返して新基地を押し付けるなど断じて許されるものではありません。沖縄県民の総意に応え県内移設は断念すべきではありませんか。傍若無人で 沖縄全土を飛び回っているオスプレイ配備撤回も県民の総意です先日沖縄県下41市町村すべての市長と議会の議長すべての党派の県議会議員が揃って上京しオスプレイ配備即時撤回普天間基地閉鎖撤去を求めました総理はこの沖縄県民の総意にどう応えるのか答弁を求めます 最後に総理が日本軍慰安婦問題について軍の関与と強制を認めた河野談話の見直しを主張していることに対してニューヨーク・タイムズが日本の歴史を否定する新たな試みと題する批判を掲載するなど大きな国際問題になっています日本軍慰安婦問題について一部に強制性を立証する文書がないことをもって 強制ののの事実そのもがのがなかったとすする議論がありますしかし、この議論に関わって、コーナー談話の作成に直接携わった当時の石原信夫官房副長官は、次のように証言しています。通達とか指令とかという文書的なもの、強制性を立証できるような物的証拠は見つけられなかったのですが、実際に慰安婦とされた 人たち16人のヒアリングの結果は、どう考えても、これは作り話じゃない。本人がその意に反して、慰安婦とされたことは間違いないということになって、河野談話にしたわけです。このように、河野談話は、もともと強制性を立証する文書を見つけることはできなかったことを前提に、慰安婦とされた人たちの証言の真実性に基づいて、 これは真実のものだと政府として判定して政府として強制性を認めたものであります。従って政府として河野談話を継承するという立場を取る限り強制性を立証する文書がないから強制の事実はなかったなどという議論を肯定する余地は全くないと考えます。総理の見解を問うものです。第二次世界大戦後の戦後の秩序は日本、ドイツ、 イタリアによる戦争は不正不義の侵略戦争だったことを共通の土台としております。この土台を覆す動きが万が一にも具体化されたら、日本は世界とアジアで生きていく政治的道義的地位を失うことになるということを厳しく警告して質問を終わります。 内閣総理大臣安倍晋三君え、市井和夫議員にお答えをいたします住宅と生業の再建についてのお尋ねがありました住宅や生活の再建については被災者生活再建支援金による支援を講じていますまた補正予算案で 津波被災地域の自治体が住まいの形成に資する施策を通じて住民の定着促進を進めるため震災復興特別交付税を図枠しましたまた、制御の再建については当初予算案では当初予算案で中小企業再建を支援するグループ補助金を復旧が遅れている地域に重点化しつつ共同施設の 新設等を対象に加え充実拡充する等の措置を講じることといたしました医療介護の減免措置についてのお尋ねがありました東京電力福島第一原発事故に伴う国による避難指定等が行われていない特定被災区域における国民健康保険介護保険等の窓口負担及び保険料の減免措置については昨年9月まで 国による全額の財政支援措置を講じていましたこれは前年所得に基づく窓口負担等について被災による所得の減少を反映したものとなる時期まで講じていたものでありますただし平成24年10月以降も制度上保険者の判断による減免措置が可能であり財政負担が著しい場合には 減面額の十分の八以内を国が支援する措置を講じております。原発事故の収束及び福島の復興についてのお尋ねがありました。一昨年十二月の東京電力福島第一原子力発電所事故の収束に向けた三筋のステップ2完了については、専門家による機密な検証作業を経た上で、原子炉の客観的な状態として 冷温停止状態のの達成を確認認ししたものであると認識しています私は総理就任直後の訪問地として迷うことなく福島を選びました福島東京の日本社体制の整備をはじめ今般の補正予算および来年度予算においても思い切った予算措置を講じるなど責任を持って福島の再生を加速してまいります デフレ不況に陥った原因についてのお尋ねがありました。我が国経済は長期にわたり、需要が弱い中で、企業などによる日本経済の将来に対する成長期待の低下や、デフレ予想の固定化もあって、デフレが継続してきたと考えております。自民党政権においては、経済、産業構造の変化に応じて、必要な 労働分野の改革を行ってままいりました私の内閣では大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の三本の矢で、長引くデフレから脱却して経済を成長させ、雇用や所得の拡大につなげることを目指してまいります。消費税についてのお尋ねがありました昨年8月に成立をした税制抜本改革法では、 来年4月に消費税率を引き上げることが決ままっておりますただ、機械的に何が何でも引き上げるということではなく、経済状況等を総合的に勘案して判断することとなります。いずれにしても、我が国経済を全力で、全力を挙げて再生をしてまいります。生活保護制度の見直しなどについてのお尋ねがありました。今回の生活扶助基準の見直しは、 社会保障審議会における検証結果や物価の変動を勘案し適正化を図ることとしたものであります。また、この基準の適正化に合わせて生活困窮者の自立、就労支援にしっかりと取り組んでまいります。さらに政府としては経済再生を推し進め雇用や所得の拡大につなげてまいります。なお、ご指摘のような 社会保障削減計画というものは存在しません。賃下げやリストラ競争の中止についてのお尋ねがありました。将来への確かな期待を持てるような成長戦略により、企業の収益を向上させ、それを雇用の拡大や賃金の上昇につなげていきたいと考えています。例えば、税制においては、企業の給与支払いを拡大するための 新たたな措置を講じるこことととしたところです企業の経営者の方々にも協力をお願いしたいと考えています。働く人の所得が増える社会への転換のための取り組みについてのお尋ねがありました。政権発足以来、経済再生を通じた雇用や所得の拡大に向けて全力で取り組んでおります。同時に、労働者派遣法の在り方の検討、パートタイム労働法の見直しや、 中小企業支援や労使との調整により、最低賃金の引き上げに努めるとともに、独占賃貸法等の厳正な執行など、実行ある取り組みも進めていきます。賃上げ目標についてのお尋ねがありました。賃金等の労働条件については、各企業の労使関係において、決定されるものでありますが、先ほど申し上げたとおり、成長戦略により、企業の 収益を向上させ、それが雇用の拡大や賃金の上昇をもたらすような好循環を生み出してまいります。いわゆる国民的議論の結果への政府の認識と、原発推進策への見解についてお尋ねがありました。前政権が原発に関して昨年夏に実施したいわゆる国民的議論の結果については、大きな方向性として、 少なくとも過半の国民は、原発に依存しない社会の実現を望んでいるとされていると同時に、一方で、その実現に向けたスピード感に関しては、意見が分かれているとも分析されています。いずれにせよ、前政権が掲かげかた2030年代に、原発稼働ゼロを可能とするという方針は、具体的な根拠を伴えないものであり、これまでの国のエネルギー政策に対して、協力をしてきた、 原発、立地自治体、国際社会や産業界、ひいては国民に対して、不安や不信を与えました。このため、前政権のエネルギー、環境戦略については、ゼロベースで見直し、エネルギーの安定供給、エネルギーコスト低減の観点も含め、責任あるエネルギー政策を構築してまいります。その際できる限り、 原発依存度を低減させていくという方方向で検討してまいります原発事故の反省と謝罪についてのお尋ねがありました東京電力福島第一原発事故によって被災者の皆様をはじめとする国民の皆様に多大なご苦労をおかけしていることに対してこれからお詫びを申し上げます かつ、原発の安全性について、国会事故庁や政府事故庁からも指摘されているとおり、複合災害という視点が欠如していたことや、規制組織の独立性が十分ではなく、いわゆる安全神話に陥ってしまった点、政府として深く反省しなければなりません。こうした反省を踏まえ、昨年9月に、 原子力規制委員会が新たに設置され、原子力安全規制の抜本的な見直しが進められているところです。事故の検証等も踏まえ、あらゆる事態を想定した原子力発電所の安全に関する新基準について、現在検討中であります。妥協することなく、絶え間ぬ安全性、信頼性の向上を目指していく、安全規制、 安全文化をつくっていく、そのために全力を挙げてまいる所存であります。エネルギー政策についてのお尋ねがありまして、いかなる事態においても、国民生活や経済活動に必要がないよう、エネルギー需給の安全に万全を期してまいります。このため、前政権の2030年代に原発稼働ゼロを可能とするという方針については、ゼロベースで見直し、エネルギー難点供給、エネルギーコスト低減の観点も含め、 責任あるエネルギー政策を構築してまいります。その際、できる限り原発依存度を低減させていくという方向で検討してまいります。また、再生可能エネルギーについては、今後3年間で最大限普及を加速させてまいります。普天間飛行場の移設問題についてのお尋ねがありました。普天間飛行場の移設を含む在日米軍産業については、現在の日米合意に従って進め、抑止力を維持しつつ、 沖縄の負担軽減に全力で取り組みます普天間飛行場の固定化はあってはなりません政府としては沖縄の港によく耳を傾け信頼関係を構築しつつ普天間飛行場の移設に取り組みますオスプレイの配備等及び普天間飛行場の移設について沖縄県民の港にどう応えるのかとお尋ねがありました オスプレイの配備は我が国の安全保障にとって大変大きな意味がありますが、その運用に際しては地元の皆様の生活への最大限の配慮が大前提です。オスプレイに関する日米合同委員会合意等について丁寧にご説明するとともに、この合意が適切に実施されるよう、米側との間で必要な協議を行ってまいります。また繰り返しますが、普天間飛行場の 固定化ははあってはなりません政府としては沖縄の行為によく耳を傾け、信頼関係を構築しつつ、普天間飛行場の移設に取り組んでまいります。この談話についてお尋ねがありまして、これまでの歴史の中では多くの戦争があり、その中で女性の人権が侵害されてきました。21世紀ここそ人権侵害のない世紀にするととが大切であり日本としても 全力を尽くくしていく考えであります慰安婦問題についても、施設に尽くしがたい、つらい思いをされた方々のことを思い、非常に心から痛みます。根底についての思いは、歴代総理と変わりはありません。また私としては、この問題を政治問題、外交問題化させるべきではないと考えています。いわゆる河野談話は、当時の河野官房長官によって表明されたものであり、総理である、 私からこれ以上申し上げることは差し控え、官房長官による対応が適当であると考えます。以上であります